はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。さあ、今回はですね、第2回目ということで、タップダンスの用語の解説をしていきたいなと思います。で、昨日のね、動画に関しては下の概要欄の方に貼っておきますので、まだね、他の用語あって気になる方がいたら、昨日の動画をぜひ見ていただけたらなと思います。ホップとリープとジャンプ、これも飛ぶ動きとしてね、必ず出てきますけど、まずホップ。ホップは片足で飛んでボールで降りることをホップと言います。まあ、ボールということでステップですよね。これがホップ。リープっていうのは片足で飛んで反対に降りること、これをリープと言います。そしてあえて、大体このホップとリープって言葉するので、あえて両足でジャンプ、両足で揃えて飛ぶことをジャンプと言います。なのでホップ、リープ、ジャンプ、まあ、ジャンプに関しては飛ぶことが両足でってことなんで、降りる足が、例えばとかなっても、要するに飛ぶ瞬間に両足かどうかっていうことで、僕の解釈としては分けてます。ホップだ、ホップだ、ホップだって言ったら片足になってから飛んでねって言ってます。リープだって言ったら片足になってから反対に飛んでねって言ってますし、ジャンプって言ったら両足で踏み切ってねっていうところの使い分けを僕はしてます。特にその難しいのが、間の音が入った時に迷う場合があって、例えばって言った時に、例えば間にこうね、かかとで蹴る音が入ったとしても、片足になって飛んで降りてる限りこれはホップ。で、次にこの間に音が入っているとしても、要するにこの音はあるなしは関係ないです。反対に移るっていう、この、ね、飛ぶ足と着地の状態に対しては言うので、リープっていう風になります。だから途中の間の音が入る入るのは関係なく、片足に飛んだ時に同じ足で降りたらホップ、反対の足に降りたらリープ、最初両足で飛んだらジャンプ、そういう風に使い分けをしています。だからよく飛ぶ動きとして、このホップとリープとジャンプ、ここの使い分けが結構なんていうかな、しっかりできないと、よくね、こう特にこう動く振りとかでピシッと覚えた時に、多分足が逆になる原因っていうのはもうほとんどこれです。ホップじゃなくてリープしてたね、今のところリープだったところホップしちゃったね。だからね、やってる時にそのリズムとしては変わらないんですよね。変わらないで行っちゃった時に、足が逆になってるって時の理由はもうほとんどこれです。なので、まあ、ジャンプっていうのはちょっとね、両足っていうことにこだわることを除けば、ホップとリープはしっかりと分かった方がいいと思います。それに対して、ホップだよリープだよって言われた時に、ちゃんと受け手が、ああ今片足で飛んで降りたんだと、片足で飛んで反対に行ったんだっていう理解がない限り、いつまでもホップですホップだよとかリープだよって言われた時に、何が何か分かりませんってなっちゃうので、ホップとリープっていうのは僕の中では結構大事な用語なので、それをこう理解してもらって、用語に対してこうキャッチボールができればいいなと思ってます。ディグ、ディグ、掘る、ディグって言い方しますけど、ヒール、こうですね、こういうのをディグって言う。で、逆に言うとボールの場合もボールディグって言い方します。なので、まず何したいかって場合に、ヒールディグとかボールディグって言い方しますけど、一般的にディグって言った場合はヒールで使われることが多いです。こういうディグ、なのでこの場合もディグっていう場合はヒールをメインに考えたいなと思います。続いてドロップ、ドロップ、もうみんな英語なんですね。落とす、下に落とす。だからそれを例えばヒールドロップ、ボールドロップ、
この場で例えばボールを上から下に下ろす、これをボールドロップと言います。これはボールと同じことでヒールドロップはカードですね。ヒールドロップだ。それぞれね、ボールヒールっていう単音に対して、まあ、よりよく動く練習してもらえたらなと思います。スタンプ、もうスタンプって僕言う場合ハンコのスタンプ、ボーンボーンですね。スタンプ、足の裏全部で音を出すことをスタンプって言います。意外にね、日常的に歩く場合ってこうベタ足で歩く人っていないんですよね。だからちょっとでも音が出ちゃうと音が、ね、2つ出ちゃうんですよ。意外にスタンプって結構ね、均等にこうピッ難しいんです。最初の頃はよく自分の、ね、僕のイメージでこう広がるような音なんですね。ちょっとでもずれちゃうと見た目にはわからない音がちょっと変わっちゃうんですよね。だからスタンプ、体重をかけて足の裏全部で乗ることをスタンプって言います。スタンプ、スタンプ、ストンプ、ストンプっていうのも同じ足の裏全部なんですけど、体重を乗らない。さっきのスタンプに対してストンプは足の裏全部で体重を乗らずに打つことをストンプって言います。だからスタンプもストンプも基本的にはアクセントになりうる音なんですよね。強く同じ力加減で打ったらボールとかヒールよりもスタンプとかストンプの方が大きな音が出ます。ただその中でもよりアクセントを欲しいって言った場合にスタンプをそっと踏むのか強く踏むのかっていうのはその中でまた音量、ね、っていうのは別であります。ただ一般的に同じ力で打つ場合に足の裏全部打つときは一番大きな音になります。スタンプ、体重かける、ストンプ、体重かけない、この違いもね、しっかりと使い分けられるといいと思います。ストンプルはただ、ね、シャッフルのなんとかプルってした場合っていうのはバックブラシが入ります。だからストンプ、体重かけずに離す場合なんですね。もちろんスタンプしちゃったらその足使えないですよね。だから体重かけて打ってから引く、これが、全部今ストンプで全部打ってからストンプ、これボールだけだったらシャッフ、ちなみにこの後出てきますけどかかとだけで打ったらスカフ、ね、スカフ、ね、かかとで打つことスカフって言うんですけど、そういうふうになんとかフルって付き方するのでシャッフルとかストンプルとかスカフルとかっていうのを覚えておく、バックブラッシュがつくってことですね。覚えていただければなと思います。スタンド、なんとかスタンド、ヒールスタンド、トースタンド、ボールスタンド、まあ、それで立ちますよってことですね。ヒールスタンドって言ったらヒールで立つ、トースタンドって言ったらトーで立つ、ボールって言ったらボールで立つ、ね、ということでなんとかスタンドってその場所で立つってことになりますね。ただ、まあ、あんまりこうなんとかスタンドっていうのはね使うことはあんまないんですけど、どちらかヒールとかトーとかね言いますけど、一応なんとかスタンドって言ったらその足で立つっていうことを覚えていただければなと思います。チャグ、チャグ、はい、チャグはですね、要は音としてはヒールドロップです。ただこれを動かしながら打つっていうのをチャグと言います。これボール自体はちょっとスライドで滑らせて、ね、床から離さずかかとを打つ、こういう動かしながらヒールを打つことこれをチャグって言います。だからヒールドロップに動きがつくっていうふうに思ってもらえばいいと思います。これでもやっぱりね、当たり前ですけどボールを離しちゃったらスタンプになっちゃうので、あくまでもボールが床から離さないまま音としては同じ音で動きを伴うことを
だからチャグイコール音としては、ヒールドロップと同じで構わないです。ただ動きを伴うので、あのスライドヒールドロップっていう動きになりますので、動きが伴うヒールドロップはチャグと覚えてください。次グラインド、はい、こうやって足をこう動かすことをグラインドって言います。よくね、4ステップに対してこうさ、ここ音とは関係ないですけど、動きを伴う場合ですね、まあ、いろんな間の音が、まあ、いろんな音は間で入りますけど、こう足を動かすことをグラインド、足を動かしてくださいねっていう意味でグラインドって言い方をします。なので、今そこで足ちょっとグラインドしてもらえるって言ったら、ああ足を動かすんだな、なんか音を足してくれって言ってることではないっていうふうに理解してもらえればいいなと思うんですよ。こういう場合もあるし、こういう場合もあるし、ね、足を動かす、こういうのをグラインドって言います。スライド、でスライドはもうその通りで、ね、滑らすってことですね。片足がなんかこう残ってたまま滑らす場合もあるし、その片足になってそのまま滑らせることもあります。こういう一連のこうちょっと滑らせた動きっていうのをスライドと言います。まあ、音に関してはね、まあ、細かく取ればシュッと音は出てるんですけど、まあ、よくボールやヒールでの音は出ないです。動きのことをスライドと言います。滑る。シューッと行く場合もありますね。まあ、かっこいいですよね。スライド。これはあの見せる技ですね。次、ブロードウェイ。ブロードウェイステップ。ブロードウェイステップっていうのは、フラップして、反対のヒールドロップで引く準備して引いてヒール、この一連の動きをブロードウェイステップと言います。反対だと1,2,3,4,5,6,7,8、注意としては1,2,3,4打つときにまた反対がこうなってしまうと余計な音が出ちゃうので、1,2,3,4 の時はしっかりとこの準備ができる、はい、先ほども言いましたけど、このブロードウェイステップも、リズムに関してのことではこの足の運びのことを言います。これあのブロードウェイステップと言ったり、あのシャーリーテンプルと言ったり、アレキサンダーと言ったりとか、ね、人によって結構ね言い方違ったりする場合があるんですが、オーソドックスにはブロードウェイステップと言うと、なので例えばスイングしないって今の曲っていうふうに打つ場合もあるし、そこスイングしようかって打つ場合もあります。これは、リズムの変化であって、用語の変化とは関係ないので、これはこの足の運びをブロードウェイステップと言います。かっこいいですよね、ブロードウェイステップ、ブロードウェイね、ぜひ覚えてほしいなと思います。トレンチス、まあ、よくねトレンチトレンチっていうやつですね。よくこうあのこういうねとかいうやつありますよね。あのよくこうブロードウェイとかでこうやってやってますよね。ああいうのをトレンチって言うんですけど、これもですね普通に今みたいな正面であるパターンと足を横から持ってくるようなスライドをちょっと使うようなのもあって、こういうのね、あのフーファーストレンチとかって言い方します。あの正面でこういう場合と、横にこう押しながら、滑らせながらやる場合も、共に大きなトレンチスという枠の中であります。まあ、オーソドックスなんか縦のものをあのトレンチスと言ったり、それがね、あのフーファースタイルとか、ブロードウェイスタイルとかっていう場合もあります。こういうスケートの、ブロードウェイスタイルとか言われて、こういう、横から持ってきて、グラスのこうフーファーズスタイルとかっていう場合もありますが、総称としてトレンチス、トレンチってよく言ってるやつですね。先ほどちょっと触れましたけど、かかとで蹴ること、これをスカフって言います。で、その引くのが入るとスカフ、スカフで、蹴るのにはボールで蹴る、ブラッシュ、足の裏全部、ストンプ、そしてかかと、
スカフ、これらの単音がありますので、どこで使うかっていうのをちゃんとね、自分で意識して打つとともに、聞く方もね、それがああなんとかって分かるといいですよね。でその相手が聞いて分かるような打ち方をちゃんとするってことが大事ですね。もちろんそれでは合わせた複合音もありますが、今単音としてこのブラッシュ、ストンプ、スカフ、これを押さえていただけたらなと思います。そして今言った、ブラッシュ、ブラッシュ、スカフ、これらの2つの音を、これをリフって言います。リフ、複合音ですね。一つの動作でリフで、それに対してまたバックブラッシュが入るとリフルって言います。はい、ちょっと分かってきましたね。弾く、ね、シャッフル、ストンプ、スカフル、リフル、ね、リフ、バックブラッシュが入ってリフ、はい、こう押さえていただけたらなと思います。ボールとボール、ヒールとヒールをぶつけることをクリックって言います。なので特にね、ボールの場合こうボールクリック、ヒールの場合ヒールクリック、その場所のこと言いますけど、こうお互いねぶつけ合うことをクリックって言います。同じものをぶつけることをクリック。ちょっと動きを伴う場合、例えばボールこういうね、こういうのありますね。こういうのを形がこうなってるからベルキックって言い方する場合があります。だからベルキックっていうのはもうイコールヒールクリックですね。そこはなんか空中でなんかベルみたいな形をしてる、こういうで、こういう動きですね。こういうのをヒールクリックって言い方しますね。はい、ベルキックってね、たまに、ね、使ってタップじゃなくてもこう動きで使うことがあります。ちょっと覚えておいていいかなと思います。ということで、今日は、2日目のねタップダンス用語の解説させていただきました。これからですね、3日目にかけてはちょっとした複合音ですね、いろんな合わさったステップの解説をしていきたいなと思ってますので、ぜひまたね明日もご覧いただければなと思います。